最新視聴率情報です。金曜日から日曜日までの視聴率が発表されましたので速報でございます。まず金曜日のトリリオンゲームの第6話の視聴率が5%でしたね、えー。過去最低視聴率になりましたね。前回より少し下がりましたね。平均視聴率が5.67%でした。土曜日の視聴率、最高の教師の第6話視聴率5.7%と前回より下がってしまいました。 平均視聴率が5.9%ということになりました。ドラマとしては考察が盛り上がってきたところなのですが、視聴率は下がってしまいました。そして日曜日の視聴率、美版第6話視聴率14.3%と前回から少し上がりました。平均視聴率が13.18%と。美版は最終回に向かってどんどん視聴率が上がっていくのでしょうか。最終的には 15%16% いくのではないかと予想しています。 願いの代償の第8話視聴率は4.9%でした。前回よりは上がりましたが視聴率は5%は超えませんでした。平均視聴率が5.15%となりました。ということでですね視聴率はですね「トリリオンゲーム最高の教師」は視聴率が下がって「v 版が視聴率上がって「高度が視聴率上がったという結果と なりました視聴率速報でした